どうもニーハオ。今回はタコライス弁当6日分作り置きをうなちゃんと一緒にご紹介していきます。どうもうなちゃんです。少しでも参考にしてもらえると幸いです。材料合計1177円で調理のスタートです。まずはキャベツの芯を取り1センチ幅の細切りにしていって、ラップをかぶせて6ワット5分チンします。あちちちち、熱いので気をつけましょう。次に玉ねぎの皮を剥いて、そのままみじん切りにしていきます。あー、目がしみる。何か目がしみらない方法があったら教えてください。次に熱したフライパンにオリーブオイル大さじ1と中ぶりに小さじ1を入れ、肉を軽く焼いたら玉ねぎとひき肉を入れ炒めていきます。炒めていくと水分が出るので、キッチンペーパーで水分を吸収させ取り除きます。取り除いたら、ケチャップ大さじ2、中濃ソース大さじ2、カレー粉大さじ2杯を入れ、強火で1分から2分炒めたら完成です。次にご飯3合分をタッパーに敷き詰めて、上からキャベツをのせます。その上に具材をのっけます。チーズをのせて、ドリトスのタコス味をのっけたら、タコライス弁当の完成です。こんな風に遊んでも OK。 最後にパパッと蓋をして、パパッと冷凍庫開けて、パパッと弁当箱入れて、パパッと3パット。冷凍庫からの解凍はレンジ600ワット5分で美味しくいただけます。温めて食べるとこんな感じになります。本日も最後までご視聴の方ありがとうございました。ありがとうございました。また次回の動画でご会いしましょう。それではバイバイ。バイバイ。